ウォールナットリッジ駅はアメリカ合衆国アーカンソー州ウォールナットリッジサウスウェストフロントストリート109にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているウォールナットリッジ駅はミズーリーパシフィック鉄道によって1908年に建てられ1992年に国家歴史登録財に登録されたウォールナットリッジは アムトラックの乗客用待合室や商工会議所のオフィスを追加し、歴史的な駅を完全に改修し、旅客鉄道営業を採用したアーガン総集で最初の都市の一つだった。駅はウォルナットリジの繁華街の公園に位置している。駅は地中海風の赤レンガ造りで1995年に復元された。無人駅だがトイレと空調完備の待合室がある。 アーカンソー州ハイウェイ及び運輸所とウォールナットリジエリア商工会議所が負担した。アムトラックの停車する列車は下記の通り。南行列車はシカゴ出発便はサンアントニオでサンセットリミテッド号と並結され、ロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北港列車はロサンゼルス出発便はサンアントニオまでサンセットリミテッド号と並結され、 同駅で切り離し、サンアントニオからシカゴ間は毎日運転。ありがとうございます。